それではですね、練習場所なんですが、アメリカのウィロースプリングスレースウェイの、ストリートオブウィローという、コースで、練習してください。そしてですね、ここを、左に曲がっていただくとですね、こういう広い、ドリフトする、広場があります。そこにね、薄くですが、白線が書いてありますので、それに沿って遠隔機を、定常線、ドリフト練習をします。まず一つ目のポイントですが、走り出しはですね、アクセルを急激に踏み込まないでください。一気に踏み込んでしまうと、いきなりスピンしてしまうということになりますので、そこを気をつけてください。そして操作画面のスティックに注目してみてください。カウンターを戻したり、当てたり、しているのがわかると思います。カウンターはフルに切らないで、滑りそうになったらカウンターを当てるという、感じで行ってください。もうこれでスピンするなーっていう、感じが、ずっと練習していると、掴めてくるので、スピンしそうになる前にカウンターをしてあげる。まずそこのスピンするところと、スピンしないところの境目を、掴んでください。そして速度なのですが、今だいたいですね、下が35ぐらいから、まあ、最大でも50ですね。まあ、これ以上行ってしまうと、スピンするので、そこら辺のですね、速度を、気をつけてください。そしてですね、アクセルを踏み込んだり戻したりして、速度を一定に、保っています。で、そしてですね、右手人差し指の、アクセルのですね、設定をバイブレーションにできる、機能があるのですが、その設定しますとですね、ハーフアクセルのですね、感覚は非常に、わかりやすいので、その設定をすることを、すごくお勧めしたいと思いますので、ぜひ設定してみてください。そしてですね、時計回りがある程度しましたら、次は反対の、反時計回りで練習するといいと思います。僕はね、反時計回りのが、やりにくいので、まあ人それぞれ、両方と、関係なく、できる人もいれば、まあ、どちらかが、苦手な、人がいると思いますので、苦手な方をですね、克服していただくと、より一層上手くなるかと思います。反時計回りの方がね、すごくぎこちなさを感じながら、やっている状態です。そしていずれですね、コースに出ると、いつか、ヘアピンでもドリフトしなければならない、時が来ると思いますので、おそらく、つくばサーキットで、いずれかは、ドリフトをやりたくなってくると思うのですが、そこでは、ヘアピンがよく出てきます。そこでですね、ここで、定常沿線回ドリフトの、効果が、現れてくると思いますので、ここで基礎をしっかり、固めた方がいいと思います。といったところで、解説の方は、終了させていただきます。あまり長時間ドリフト練習しているとですね、頭がフラフラして具合が悪くなってきますので、休みながらですね、練習した方がいいと思います。といったところで、今回の定常沿線回ドリフトの、解説は終わらせていただきます。どうも皆様、数ある番組の中から、佐藤商店の動画を見ていただきまして、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。